ゴルフ道場加藤パーシモン加藤です。中古クラブシダ検証、今回はですね、こちらヤマハのインプレス X4.6V 10度でシャフトが元レ F1 の 65J フレックス S、 こういうクラブを、検証してきます。これね、このヘッド私好きなんですよ。もうね、何回もシャフト違いの同じようなモデル買ってるんですけど、これね、いいんですよね。これなんか書いてある、はい、あ、これをね、検証してきたら、まあ、かなりディープフェイスですね。ディープフェイスなんで、これ多分 460cc だと思うんですけども、全然でっかく見えない。すごい、なんかこう、あのね、ブリヂストンの X500 とか、ああいう系の顔してますよね。はい。これをですね、ちょっと試打していきたいと思います。ちょっと最近の私にはね、ちょっとだいぶハードなセッティングなんですけど、どんな塩梅になるか打ってみたいと思います。さあ、硬い。もう最近このこうやってワックルして、もう動くクラブばっかり打ってるんで、こんな方、これ S?X?X?X じゃない、これ硬いんだけど、この、なんだろう、硬いからか、このまんまもうそんなしなりを感じずにペッと戻ってくるんで、こう振ってる感じはなんか、なんつうの、軽い感じしますね。こう、私のこの今のエースのこれね、これだとこのここでちょっとこういう動きを感じるんですけど、まあ、これは硬いんで、それが全くなく、もうピピッとこう戻ってくる感じがあるんで、その辺が逆にいいのか、球はバコーンと弾けそうなイメージあるけど、ああこうなるよね。ちょっと引っ掛けが逆に出やすい、はい、こんな感じです。はい、ってことはもうちょっと、こうでこのままか、何もしないつまらない打ち方のイメージで、何もしないつまらないイメージっていうのはもうただこう、どうなんだろうな。比較的今日はあったかいんで触れてるんで、全然、まあこんな結構薄着なんで全然問題はないんですけど、
こんぐらい、きっとこんぐらい味気ない感じの方がコースではいいのかな。なんかしたいんですよ、私はね。なんかしたいからあんな柔らかいシャフトの方が自分ではいいと思ってるんだけども、こっちの方がいいのかな。フックは打ちやすいか。私の感覚よりもヘッドの戻りがシャフトしなんない分早いんで、自分で戻そうとする動きがいらない。ただこっちに出せばフックになるか。行っちゃったね。はい、今コースボールだったかな。ちょっとよく見ないで、多分コースボールでした。こんなに右手にボールが来ればいいけど、大丈夫。普通にこの右の鉄塔にこのまんま、これでいつもの柔らかいんだとこうやって入ってくるんだけど、さあどう修正する。これはすっぽ抜ける。あそこからのちょいドローをイメージしてるんですけど、ああそうやって曲げなきゃいいのか。あんな右に出さないで普通にまっすぐ構えてまっすぐポコーンと打っとけばいいんだろうね。それがなんかやりたいんだよな。絶対コース行ったらあっちやだこっちやだとか考えてたら曲げたいんで。こうシャフトが動かない分何かしてやろうと思っちゃうんだよね。しなきゃいいっちゃいいんだけど、あれですね、まっすぐじゃないですか。まっすぐで、まっすぐだからあれでまっすぐやってりゃいいだろうと思うかもしれないですけど、あの球が、あの、なんだろう、一番ね、なんか嫌なんですよ、あの球が。おかしいでしょ、まっすぐが一番嫌だっておかしいでしょ。でもね、あの、あれが嫌なんですよ。多分ね、これコースで使うとチーピンの嵐になりそうな。まあまあフェード打ちゃいいんだろうけど、そっか、フェードちょっと、いいね。
って左にスパーって振るからヘッドスピード上がるんだよね。スピン量多い分初速が出ないんでミート率は悪いけど、だからどっちかで行きたいんですよ。練習場はまっすぐもちろん打てるんですけど、コース行ったらやっぱりあっちやだなこっちやだなとかってところをこう消しながら行きたいんで、まあフェードが打ちやすいからいいっちゃいいんだけど、なんか、いつもの軽山の今のエースと比べたら距離は確かに出ると思うんですけど、こうやってね悩むんです。まあもちろん皆さんもねいろいろ悩まれると思うんですけど、打ちやすいけど、ヘッドは打ちやすいんだけど、ドローはダメ。まあ全然当たってなかったけどね。ちょっとなんかコース悩んじゃいそうだよな。これはねヘッドはもう全然 OK なんですけど。シャフトですね、今回こうやってうーんとかあーとか言ってるのはシャフトです。シャフトがね、トーレフはちょっと調べてね、ちゃんと下にあれしておきますけど、このぐらいならデータまだ残ってるでしょう。ヘッドはね、すごいこれ好きな顔なんですけど、というなんか歯切れの悪い、検証結果となりました。はい、こうやってやっぱねこれフィッティングだけじゃね分かんないんですよ。練習場で打って、でそれもコースを想定してね、例えばよく行くコースのあそこのあの場面とかっていうのを想定してクラブを選んだ方がいいですよ皆さんも。例えば自分が苦手なロケーションとかあると思うんですけど、そこに立った時にこういう球筋のイメージで打って、それがもう楽に、もうそんなに自分はなんか調整せずにスパーンと打ってその球が出るかどうかっていうところが重要だと思います。はい、なので今回は私はうとかあとかっていうのが非常に多い動画になってしまって本当に申し訳ございません。ちょっと私にはシャフトが合わないっていうような感じでした。はい、そんな検証でした。失礼しました。バシモコトでした。